日常演技の食うたにようこそ。さて本日の演目はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。はい、今年もこの時期もやってまいりました。ケイトミーティー、今日からできれば1週間連続でケーキを食べる動画を投稿していきますので、よろしくお願いします。なんでケーキなのかっていうのはもしかしたらご存知かもしれませんので省略しますが、今年はカフェ部門タリーズから始めたいと思います。タリーズのケーキってあんまり食べたことがないんですね。あ、限定とかではあるか。そうなのね。今回食べるのは大豆粉と和三盆のシフォン、ニューヨークチーズケーキ、アップルカラメル。チャンネル登録よろしくお願いします。ではシフォンケーキからいただきます。ふわふわしていますね。まるで白いクリームも合わせて雪のようです。それではの3本のシフォンはやっぱり大豆ということもあるのか、かなりさっぱりとした、あの差し控えめのケーキでコーヒーなどによく合いそうでした。アップルキャラメルシカラメルはのちょっとほんのり苦味もありますが、基本的にはキャラメルやリンゴの甘みが強いケーキでしたね。だけど香ばしさもあるので、カラメルが好きなのであればぜひ食べるべき。あとアップルパイが好きな人の場合も似たような食感で楽しめると思います。最後に食べたニューヨークチーズケーキはチーズクリームが濃厚で口の中にゆっとりと広がってくる感覚がたまりません。ですがこの中だと自分はアップルカラメルが甘さと香ばしさという2つの味を楽しめて一番好みでしたので、今回の代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。